長崎としても早いオフェンスを出したりというのが見られています。大塚、いやー、来ちゃった。大塚が決めて今日3本目。もう一つタイムアウト止まりませんでした、ここもアシュリーの運びですね。あのアシュリー選手のプッシュをギブス選手が少し手こずっていって、今のプッシュは悪くなかったと思います、アシュリーミスマッチになっている。アシュリーねじ込む、大塚ゆうとですね。オフェンスリバウンド、ギブス、ただ叩いたか、ボール木田が拾います。飛ばして大塚、大塚のスリーは来た。今日3本目のスリーポイント。いやー、ここアシュリーがね手をかけて、そして飛ばして木田のアシストで大塚、いいヒッパスでしたね。松本ファイトオーバー転倒しましたが、大塚のスリーポイント決めた。大塚今日4本目。7秒、アルティリのポゼッション、大塚ステップバックして決めた。来ちゃった、5本目のスリーポイント。